毎日楽しかったよこんなねずっとレペゼを見ているのレアだもん全員ありがとうた、えー、の社長たちはまだしも犯人は謝らないんでねいやまあ謝るよね鍛えさせたし、ね、まあまあでもこればっかりはしょうがないからな誰も別に予想つかんかったことやしで社長メンヘラこじらせて坊主にしようとしてるんですよやめたらそうよ 別に社長が坊主にしてもするいや、それ言わん方がいいけどえちょっとえだってまだ誰にも言ってないそうなんですかまだ誰にも言ってないえそうなんいいっすよ、しなくていや、するよなんでだそんなん、こんなんしょうがないでしょいや、ちょいまあさしてもうもうさしてくれチャンネル登録者数だよこれしょうがないかなじゃあさしてくれじゃあうしてくれほうわかったえぇ、やなんそうなんもうやだ俺 しょうがねえやん俺はもうポイが今言ったからネタバレするわいやすまんすまんそ全然知らんかった誰になんて言われようとファンがキレようとも俺はまず返金をして光くんとか令和の虎の社長にお金いただいとったけんその分の天城を配ってしまったけんもうよもうそれは返金してそう 勝つそのてかえなんで所長はそんなくそえん,なんでそこまでそんなええ死ぬんすかもういや違う,う死ぬんすか坊主にさせてくれ <laughs> いや別に坊主にしたっけん反省とは俺思ってないけどいやいやそれはもちろんそうだ,しだけど俺が主体験するいや一生懸命伸ばしてきたよ、ね、主体験するいやいいってもう俺が主体いなぁもう めちゃくちゃ横やり入れるようであれなんですけど、んその、ビジネスれ。やっぱこうやってうまくいったり、うまくいかんかったりするもんやないやないと、誰も予想できんかったっちゃけん、1人で背負わんでもあんた。彼らの口座を知っておけん。<laughs> 受け取れないと言っても無理やり送りつつ <laughs> じゃあ受け取れんかったら僕に振り込んでください <laughs> 無理やり振り込む <laughs> 僕に無理やり振り込んでください社長の頑張りがあったからここまで超えたんだと思います社長らしくていいんじゃないんですか全部含めて部無理してください別にあれなんだけじゃないですか別にあれなんだけどいいんじす,すこの会話が盛り上がったことは事実ですしほら社長社長大丈夫みんなで頑張ろう <laughs> レプレゼンならできるよありがとうそう何よあんた元気出しないけど400万はいく <laughs> そう分かった、うん、400万とか分かったけど<く>そのちょっとあなたあなた、はい、一旦ちょっとあれじゃないちょっと寝れば <laughs> さっき3時間ぐらい寝たあ、さっき3時間寝てたんですか風呂も入った風呂も入ったんですか、はい、やばっ3日ぶりに風呂入った <laughs>